はい、どうも、ホビシーテレビのカズです。よろしくお願いします。今日はですね、ルートインの御殿場インター店に泊まります。はい、外観はこんな感じでございます。そしてですね、周りに今回はちょっともうコンビニがなかったんで、先に泊まってきましたということで、それでは泊まってみたいと思います。さあ、周りにね、一応カツ屋さんとか、ケンタッキーとかあるんで、ファーストフードがあるんで、それでよかったらそれで行ってください。ホテルルートイン。恩塚と言います。はい。別館の3階のお部屋です。別館の3階？エレベーターの間の通路を進んでいただくのが別館となります。ありがとうございます。別館の3階。別館の3階。こう、まあ、このところにこうね、ドリンク飲むとこもあって、ドリンクを買うとこもあって、別館こっちか。偶然にも、知り合いとあんなとこで会うって、なかなかないですよね。しょ、3、1、1、3、1、3、1、5、1、3、1、3、ここやな。トイレ行きたいから、さっきトイレ行ってからしょ。よいしょと。はい。お部屋はこんな感じでございます。お、なんかちょっとあれですね。色の感じとかちょっと高級感があるような。ここ最近にしたらちょっと高いですからね。6000円ぐらいしてますから、ちょっと広めの机、いいですね、これ。うん。この手元のこのね、電気いいですよね。はい、そしてコンセントがこちらに1つ2つ、お、有線がそんなついてるタイプやん、これめっちゃいいやん。コンセントは1箇所、2箇所、3箇所、そして4箇所、5箇所、ここにもありますね、うん、そしてここは、はい、うん、ちゃんとこういう絵文掛けもありますね。絵文掛け、絵文掛け、絵文は何やろね。絵文掛けの絵文は何か分かる。さあ、それではここは何ビューでしょうか。じゃじゃん、はい、ケンタッキービュー。はい、そしてこんな感じで A まで飾ってて、で、まあ、まあ、もともと古い、もうだいぶ古いんですよね。こんな感じちょっともう壁紙も破れてますけど、まあまあリノベーションをされているのか、ここらもちょっと、ね、ちょっと誰かがどついた跡みたいなの残ってるもんな。これすげえ。なるほど、邪魔にならんような棚、これいいっすね。これこれいいな。まあ定番のコップ、お湯沸かし、あーこれもいい。この下に置いてくれてるのいい。もう上片付けなくていいのはいいですね。はい、でドライヤーとゴミ箱、台を回転させるとテーブルになりますってこと。これをおもろいな、これ。これを、これ、え、使うな。誰が使うねん。これ。これ、すごいな。すげえな、これ。これ作った人、アイデア商品は思てんやろな。さ、お部屋はそんな感じですね。ここ、お風呂もついてるんで、後でぶらりと行ってみたいと思います。さ、これ、食べる。誰が使う？それでは開けてみましょう。と、夫人、お、あ、電子レンジもあるのや。そこに電子レンジがありますね。タバコの自販機もありますね。あ、プロだな。で、あれ、ご婦人の2つ、それはここからなんで止めます。はい、お風呂はこんな感じです。さっきまでコーヒーやったんや。で、おお、すごいな、これ。なんか
出汁のええ匂いすんな。何やろ。さあ、それでは朝ごはんを食べていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、周りはこんな感じです。まあ、1泊6000円ちょいと、まあ、あの通常プライスなのかちょっと安いのかわかんないですけども、田舎はそんなもんですね。都会はね、やっぱどんどん今ずっと値下げ値下げでやってますけど、まあちょっと離れたところは値段が結構5、6000円いうところまだってか多いですね。はい、まあ結局安くしたって人が来るわけじゃないんですもんね。もともとそこに人が行かんかったら意味ないから、値下げする意味もないみたいなね、そんな感じだと思います。さあ、それでは最後までご覧いただきましてありがとうございます。